稲刈り準備万端の林農さんですが、おとつい昨日か、妻の富山の実家に帰ってきました。はい、沼市駅来ました。いや、久々に、しか初めてだね、 IR 石川になってから。もう北陸新幹線が敦賀まで延伸になっちゃったんでね。めんどくちゃーい。切符は？切符はどこ来た？あとこれか。慣れない。初めて来た。さあ、富山行き、なんか随分様子が変わったよね。今からライトレール、路面電車で、実家のところまで行きたいと思います。レトロやったいやー、この電車はレトロやった。てっきりライトレールに乗れるかと。さあ、富山市西町に到着。嫁さんの実家へ行こう。ですね、難民キャンプランチをしましたけどね。まあそれはそれで楽しかったんですけど、墓参りして昨晩帰ってきました、ね、まあ体調の方はっつったらちょっとまだいまいちなんですけどね。まあだからなるべく仕事しないようにフラフラしている次第でございます。はい、まだお盆休みの林さん家でございますが、8月15日にテスト狩りしたくて花越前の田んぼを見に来ました。こうやって見るともう本当にいつか買ってもいいぐらいのオーカー状態ですよね。で、まあ、目視では枯れそうだなと思いつつ、ただ向こうね、まあ向こうにも花越前の田んぼが見えますね。ここから見てもなんかもう完全に黄化してますし、で
実はもう向こう側にずっとあるんですけど、いちいち見に行くのは大変。しかもこうやって横から見ててもなんか見な口が多かったりなんだりでね、どうなの、本当に買っていいのっていう感じですけどね。こっちなんかほらムラムラですわ。これね、あのカルスキン、乾燥機の灰塵とかいろいろもみ殻とか入れてふかふかだった田んぼにカルスキン入れて、これ実はあの無施肥ですわ。無施肥でもう完全に実っちゃってるんですけど、このすごいよね。土中堆肥っていう言葉で言うんですけどね、もう青いね、こういうのもあったりしたりして、なかなかわからないね。まあこれまでは我々の父の世代ではもう全部田んぼ見て回って、うん、これでこの方を見て、この黄化状態を見てね、もういけるんじゃないかということで、あの判断して稲刈りしてたんですけど、今の時代はそうではなくて、ちゃんと人工衛星による、いわゆるザルビオという人工衛星による AI 生育診断システムで分かるというね、ということなんですわ。いやいやいや、本当に便利な世の中になりましたということで、今から田んぼじゃなくて事務所でちょっとザルビオちゃんを確認したいと思います。イエイ。はい、ザルビオちゃんを見てみます。生育ステージポチッとな。さっき話してたのがここだね。でここ色別もあるけど、当然薄い方がね当直してるんですけど、この BBCH85 っていうこの数字がいわゆる基本的な数字です。ですからさっき見たちょっとカルスキンでね、色の濃いところはちょっと同じ BBCH でもちょっと色が違いますよね。こういう感じで全部今の当熟具合が出ます。だから例えばさっきのこれの隣のここ腰刈りのエリアですけどね、まだBBCH は59ってことで、まだ全然実ってませんね。ということで、明日どれ刈ろうかなと思ってたんですけど、こうやって見たら、一番色の薄いこれかな。で、これの、BBCH89 は8月18日でも8月15日に本当は借りたいんで、詳細でいくとここの日を13にしてやってみるとどうだ、8月の8月の15にテスト狩りしたいんだけど、 BBCH は87、当熟期の後半で本当に借りたいのはこれ土曜日なんですよね。日曜日お休みなので、この日の
18日が本当は89なんですけど、17から借りたりんですけど、この日がまだ87。迷ってきたぞ。当塾を待って借るとしたら18からだよね。ところが今例の米不足で和製がゼロで、20日の日には、発売したいんだよね。意外と猛暑猛暑と言いつつ、今年は去年8月9日には BBCH は89言ってたもん。だからもう10日ぐらい去年より遅いっていう計算になっちゃうんですけどね。迷ってきたぞ。でも見た目はもう全然枯れるよねと思いつつ今悩んでますけどね。まあちょっと台風が近づいて、お天気の方は、まあ、割とちょっと涼しめね。ここ気温もその30度ちょっと過ぎたぐらいで推移するよね。この予測ですけどね、あくまで。だからそんな35度とか去年みたい、8月入ってずっと35度ベースではないんで、迷ってきた。さあどうするか。でもなんとなく15日には借りたいなと思っている林さんちでした。まあ15日はテスト借りなんでね、2週だけできれば十分なんで。去年いきなり本番テスト借りからすぐ本番にやったら、もみすりのこの選別機のバケットが壊れてて、まあ壊れてってっていうかね、横に吸ってて、その横に吸った時にそのゴムベルトのゴムの黒い粉が、お米に付着したんだよね。でイコールその匂いもつくしね、あこれはまずいっていうのでね、一旦ゴミすりが止まってしまって、もうそれでちょっと大ピンチになってしまったんでね。やっぱ今年はちゃんとしっかりテスト狩りして、テストゴミすり、あまあテスト狩り、テスト乾燥でテストもみすりと、やっぱタイムラグが欲しいんでね、15にテスト狩り、16にテスト、まあこの間にテスト乾燥で16日にテストもみすりして、なんか問題があったらここで対応できればね、まあ17にまでかかっても対応できれば、まあ問題ないんですけど、ここのさあ当塾したら用意どんでスタートしてしまうと対応ができないんだよね。去年もそうでした。迷ってますけど、はい、なんとかしましょう。イエイ。